ロナルド・エヴァンスは、アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士である。アポロ計画で月を訪れた24人の一人である。エヴァンスは1933年11月10日に、カンザス州セント・フランシスで生まれた。ボーイスカウトで活動し、上から2番目のランクのライフスカウトまで昇進した。カンザス州トピカのハイランド・パーク高校を卒業し、 1956年にカンザス大学で電子工学の学位を取得した。1964年には海軍大学院で航空工学の修士号を取得した。1957年6月、彼はカンザス大学の予備役昇降訓練過程を終えた後、飛行訓練を完了した。宇宙飛行士プログラムに選ばれたことを知らされた時、エヴァンスは ベトナム戦争のため空母、タイコンデロガの上にいた。戦闘時間は合計で5100時間に及び、そのうち4600時間は航空機に乗っていた。エヴァンスは1966年に選ばれた19人の宇宙飛行士の一人になった。アポロ7号とアポロ11号のミッションでは支援要員となり、アポロ14号では コマンドモジュールパイロットのバックアップを務めた。エヴァンスの最初で唯一の宇宙飛行はアメリカ合衆国にとって最後の有人脱探査となったアポロ17号のコマンドモジュールパイロットであった。有人サーナン、ハリソン・シュミットと一緒だった。サーナンとシュミットが月面を歩く間、エヴァンスはコマンドモジュール、アメリカに乗って軌道上に止まって、 地質の観測や写真撮影を行っていた。アポロ17号で宇宙遊泳を行うエバンス地球への帰還途中、エバンスは1時間6分の宇宙遊泳を行って3台のカメラカセットを回収した。彼は301時間51分を宇宙で過ごし、そのうち1時間6分が船外活動であった。彼は 月軌道上の滞在時間の最長記録を保持している。エヴァンスは後にアポロソユーズテスト計画でコマンドモジュールパイロットのバックアップを務めた。エヴァンスは1976年4月30日に21年間、勤めたアメリカ海軍を退職し、NASA のスペースシャトル計画に携わった。宇宙飛行士室では、操作、訓練グループに所属し、 スペースシャトルの打ち上げや加工の段階に責任を持った。エヴァンスは1977年3月に NASA を退職し石炭産業の重役になった。彼は1973年に NASA ディスティングイッシュとサービスメダル1970年にジョンソン・スペースセンタースペリオル・アチーブメント・アワード1973年に ネイビーディスティングイッシュとサービスメダル等を受賞した。また1973年に、ザユニバーシティオブカンザスディスティングイッシュとサービスサイテーション、1972年にカンサン・オブザ e y に選ばれた。エヴァンスは、妻のジャンと二人の子供を残して、1990年4月7日に、アリゾナ州、スコッツデールで、心臓発作のため指をした。 宇宙船内で着ていた船内服は日本にあり、2009年8月11日放送の海運。何でも鑑定団で1億3000万円と鑑定された。これは単品に限れば歴代5位の超高額鑑定である。財団法人日本宇宙フォーラムが管理している。ありがとうございます。